はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。8月30日に開催され、9月16日に公表された NHK 経営委員会議事録を見たら、聞いたことない犯罪が載っておりました。NHK テクノロジーズ仙台支社の女性職員25歳、警察官を装って3月と5月にそれぞれ70代と80代の自宅を訪問し、キャッシュカードを騙し取る。悪ですね。カッとなって殴っちゃったとか、そういうんではないんだな。5月30日に詐欺罪で逮捕。普通ならこの時点で全国報道されるのに、NHK はおろか、民放全局が報道せずする。私が薬事法で捕まった時は、逮捕の時点で全国放送されました。顔から何からね。7月に初公判が行われ、弁護士から会社に連絡が入るまで体調不良で休むって聞いてた。知らんかったということになってるらしいです。経営委員会にはですね、クビにしましたで報告しただけで、委員会もオッケーで、テレビ報道しなかったことに対する質問はなしと。ウェブ版の NHK に7月29日にちょこっと載せてすぐに消去。今は見れなくなっております。 Not found、404になっております。犯人の名前は今野か金野か、アスカ、そっかキムさんか。 NHK が自前で作った資料ではですね、我々は国民の知る権利を保障する社会基盤として民主主義を支えてきた。自画自賛してるのね。テレビ側の犯罪は徹底的に隠蔽して、民主主義を歪めてるのはこいつらでしょ。10人ぐらいのあの国葬反対回線をたくさんの人がとか、フジテレビ放送しちゃうしさ。テレビ業界の事情は不可能であります。潰すしかありません。というわけで、10月2日渋谷で NHK スクランブルイコール解体デモやります。皆様ご参加ください。どうせそれもテレビニュースにならないから。9月6日官房長官記者会見。東京新聞、国葬の警備人数は体制は、官房長官言えるかそんなの。9月22日官房長官記者会見。東京新聞、国葬の警備人数は体制は、官房長官いずれ発表する。ネットの反応です。テロリスト新聞、襲撃する気か、また探ってるぞ、マジでヤバすぎ。東京新聞、スパイに教えるわけないじゃん。会場で暴れようとしているやつらに情報を送りたいんだな。テロでも仕掛けさせるつもりでしょうか。東京新聞は、警備を事前に公表する国なんかありません。テロ新聞を記者会見出禁にできないの。早くスパイ防止法、もう監視団体でいいんじゃないか。東京新聞本社の警備人数と状況、体制聞いたら教えてくれるでしょうかね。自分らは教えねえのに人には聞く。まあ人っていうか政府には聞くと。二度もね、トンチキな質問して二度とも跳ねつけられて、全くしつこいな。そんなこと言えるが、理解してない大バカなのか、それともあのスポンサー、中国韓国北朝鮮にスパイをちゃんとやってますっていうアピールなのか、もっと浅はかにですね、警備の手薄なところに妨害隊、高齢者を突入させる A を取りたい、っていうつもりで言ってるのか。いずれにしてもですね、あの日本と日本人の敵ですから、スパイ防止法と利的罪を早く作んないとな。あとね、あの外観誘致罪ちょっとハードルが高いんで、内乱誘導罪とか騒乱誘導罪っていうのも欲しいですね。これ主にメディアに適用するやつ。村上誠一郎みたいな国賊多数の自民じゃ無理ですが、いずれは作りたいな。村上誠一郎、あとの報道でですね、まあ、妹が岡田克也の奥さんである、イオンから多額の献金受けている、ということが知れました。国賊であります。石油天然ガスなどの調査、炭鉱、開発、生産、販売を行っているインペックス社、売上高1兆円超えなんだって。知らなかった。
新潟でのガス採掘を11月から始めると発表。円安万歳。これ輸入するより安くなりそうだったら掘るわな。2026年から販売する予定ってありますけれども、それまで円安が続いてるといいですね。こういう商売も博打性が高いな。ネットの判断、経済安全保障に基づくものだな。経済安全保障担当大臣高市さんですね。そういえばね、命令でもあったんでしょうか。ロシアのせいで輸入は頼りにならんし、採算取れないという専門家に耳を貸すな。ないないっつってて実は相当ある。ありますよ。尖閣諸島の周辺海域に白樺ガス田っていうのがありまして、これイラクの埋蔵量に匹敵すんじゃねえかぐらいあります。掘ってないだけでね、採算取れねえのかな。海底油田だっちからね。まあ円安が続けば掘った方が安いってなって開発始めんちゅうけども、中国が勝手に掘って調査なんかしてっから、その前に掘って掘って掘りまくればいいのにね。今は9000メートルまで掘れるからと。多少高くついてもですね、国産資源は開発すべきですよ。ウクライナの惨状を見てると日米同盟だって絶対ではない。どうなることやら。あと国連は役立たずというのは知れましたよね。輸入に押されてやっていけないって言うんだから、それこそ補助金出してね、国産のエネルギー開発すべきだと思うんですけれども、だってABCD 包囲網で、輸入封鎖されてやむえず売って出たのが前の戦争じゃないですか。懲りねえのかな。2027年からメタンハイドレート販売消しだって。知らんかった。青山重治さんと奥さん頑張ってたのね。地道にね、偉いなって感じになります。門前払い全国制覇を目指す国葬ウエメロ訴訟なんですけれども、大阪地裁で門前払い食らいました。理由がですね、提出資料が意味不明、ちょっと何言ってるかわからないっていう、ものでですね、大恥。目指せ全国制覇、理由がちゃんと説明できてない資料ってなんだと。安倍側もうまく説明できないんだろうな、理解していないのか無理筋なのか。これで安倍側が諦めるかというと諦めません。へりくつも言い続ければね、中にはそうだよなって、思うバカが釣れますんでね。77年間そうやってきたからな。へりくつ言い続ける粘着が鍛えられてるんです。安倍側どもは、例えば日本人は無抵抗で殺されてるっていう憲法ですね、平和憲法って言い続けるとか、安保法改正の時にこんなチラシも作ってました。殺すくらいなら殺されよう、ストップ戦争法案なんちって、ズバリお前ら死ねって本音出ちゃいましたね。自分らだけでそれやってよ、こっちみんなって話なんですけど、粘着安倍が連日大活動。9月20日20日中野駅前に共産党が出現。メンバーからですね、こいつらDHC 嫌がらせを担当しているチームということが撮影者から通報ありました。いろんなチームに分かれててそれぞれ担当が違うんだって。9月21日アルタ前、国旗国家拒否教師根津紀美子チーム、これは根津チームレギュラーのおじいちゃん、アルタ前が本拠地みたいですね。アルタ前担当チームと言ってもいいのかな。こちらはゲートフラッグを勝手に公共物に設置しておりますが、このネズチーム、民主主義者が作った決まりなど守れるかっていう共産主義者なんで、法律守らない俺かっけーっていう幼児どもなんで気にしないと。子供ですよ、ルール破る俺かっけー。同日、9月21日新宿西口地下街山添拓チーム、こちらですね。でどこでもテント張って通行の迷惑になっておると。地下街にテント張っちゃってる。どこで売ってんのそのスカートっていうようなメンバーもおる。センスがちょっと日本人離れしてるな。どこで売ってんだろうなこんな柄のスカート、見たことねえ俺。ねえ諦めないでしょ。安倍側は決して諦めない。世間からですね、白い目で見られても俺たちエリートを民衆は理解しないぐらいに思って気にしない。
ますます濃くなっていく。実態はあのへりくつこねますバカどもなんですけど、こんな大人になっちゃいけませんっていう見本ですね。幸い真似する若者いなくって、主力の平均年齢は70歳超えたようですけれども、確か今日23日も大規模反対デモやるんでしたよね。夕方から雨だっちってけど、どうなんだろうね。明日24日は日本第一党が小規模反対デモやるそうであります。新宿アルタ前集合。勢力的なバカどもって厄介ですね。本当に。撮影者も、連日出動で過労で倒れんじゃないかなって、画像を送ってきてくれる人ね。左翼を写真撮影するのが趣味な方。左翼、なんつうんだろう、ウォッチャーっていうのかな、が、こういう画像を、送ってきてくれるんですけれども、最近、頻度がすごい。左翼が連日、バカみたいに、まあ、バカなんですけど、活動してから、この撮影者も、連日出動で、過労で倒れんじゃねえか、心配しておりますけど、国葬賛成に、18歳、29歳が突出して多い理由として、日政基礎研究所、天野、なんとか南子読めねシニアリサーチャー Z 世代は根拠に基づいて判断する傾向がある、上の世代よりも圧倒的にデータが読める。安倍総理は経済を良くしてくれた人と見られている。こんなのね、失業者の率、失業率のグラフとか日経平均のグラフとか見れば一目瞭然なんですけども、見もしねえってことなんだよね、アベガーどもは。ネットの話、デジタルネイティブは賢いよな。それじゃあ国葬反対している人はデータが読めないバカってことじゃないですか。ワイドショーと新聞の詐欺見出しが情報のすべてだし、無根拠で挑んでも相手にされないやん。テレビを信じる信じないはバカのリトマス紙。アベガーやってる連中が統計も法案も読めないのは確か。パソコンを駆使できず、スマホは持ってるが、やることは買い物ぐらいっていう65歳以上が 89% もいるっていう恐怖です。この動画見れてる65歳以上の方は 11% のエリートさんです。こういう人らはですね、NHK のキムさんの詐欺事件、25歳女性の、詐欺事件など一生知りようもないですね。現代において貧富の差より確実したのは情報格差。知ってることとの質と量が全然違うから会話も困難なんですよね。靴沢の動画を見ることができる 11% のエリート高齢者さんたちには啓蒙活動を頑張ってほしいな。同じぐらいの年齢の、まあ知らない人にスマホで今声で検索できるから使うとかっこいいよぐらい吹き込んでさ、いろいろ検索させるようにすると、検索するしないで大違いなので、同じパソコンを持っていても、しない人は買い物ぐらいしかしねえし、経済指標のグラフ見してもそれが何のことやらわからないって人もいそうですけどね。失業率のグラフとか、若者は根拠を重視すんのはですね、なんかソースあるんすか？それはあなたの感想ですよね。っていう、ひろゆきさんの影響も大きいんじゃないかなーって、ちょっと思いますけれども、何がっつえばすぐ、それはあなたの感想ですよね。ソースあるんすか？嘘つくのやめてもらえませんか？言ってですね、若者に反論されそうで、怖いおっさんたち。でありますね。若者説得するにはなんかデータ持っていかないと、根拠持っていかないとダメだってことですよね。というわけで10月2日、渋谷で NHK 解体デモ、スクランブルデモやります。よろしくご参集ください。メール党員さんも大募集であります。あとですね、ちょっと住所変わりまして、物品でのご支援 OK になりました。お手紙や現金書き留め。いや、ビール券なんか嬉しいかな。お米券とか。生物。いや、匂いのきついもの。いや、
水とか飲料物とかの重量物、重いものはご遠慮ください。誠に勝手ながら、どちらもですね、いずれも動画説明欄のもっと見るっていうのはクリックしていただくとババババババって開きますんで、物品ご支援、デモ参加、メール当院さん、あと日本は超個体であるもお買い上げください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。